大竹紳士考有録満州金曜日は慶応大学経済学部教授金子雅さんがご登場ですどうもこんにちはこんにちは、はい、よろしくお願いします今日はなんかあのお串の乱れがます激しいような、うんあ,うね、あの <laughs> ちょっと原稿書いて,てそのまま来た先生さぁ、うんうん、先週すごいちょっと危ない話したじゃない あの小声で話したけど全国に伝わって小さい声で喋った方が意味で言っちゃえば私も学習しました声を潜めたってダメだってこと何でもない話でも声を潜めると危ない話に聞こえます一番広一番話を広げる方法って知ってます知らない絶対言っちゃダメよここだけの秘密だからって言うと絶対広がるんす <laughs> ここだけの秘密ってあれ、どうしても聞き出したいね。ねうん、ああ、絶対言わないでね、もう逆効果、逆効果。効果ね。 今日も危ない。絶対言っちゃダメだよ。ラジオキャスター絶対言わないようにする。だって逆にみんなに広めてねって言うと誰にも言わなくなっちゃうのかね。そうなんそうそうそう。あんたみんな知ってんだろうと思うじゃない。こう逆説的ですよ。逆説的だけど。でもネットなんかでよくね、拡散希望とか書いてあるじゃんね。じゃこの話は絶対みんな言っちゃダメだぞ。

あのいろいろみんな話が報道がたくさんあるけど、普通。わ、うん、からないじゃないですか、難しくて。あの,の私はもうはっきり言ってあげます。わかりません。でしょう。これ擁護派と批判派、ちょうどこう半分に分かれてますよね。なんか週刊誌から電話かかって、週刊誌の記者からね。うん、どう、あの。どう思うかって,言って、お、おぼかたさんを。 味方するか味方しないかなんだけど、うんうん、私はどうでもいいに一票なんだよね利権を取るか桃畑さんを取るかみたいな話のいないんらそんなね単純な問題にしちゃってるから問題でそれ、うん、からスタップ細胞があるかないかっていうところに目を奪われて、はい、それでみんなも話が惑わされて混乱しちゃってるの。 あの研究論文の「不正行為とは何か」っていう定義それ、うん、からそれを犯すとどういうことが起こるかっていう具体的な問題で実際にじゃあこの「歌山」あ「おぼか和歌山」「笹井」という3人の人が出てくるわけですけど。 この人たちはどういう責任を負っているののか、ねはいうん、この3つをしっかり抑えれば問題があるかないかなんて言ったっても意味がないんだからあるあるとだって意味がない、うん、まず不正行為っていうのは記録性性と再現性つまり実験ノートがなぜ問題になるかって言ったらあの記録していて少なくともその人あるいは他の人がやっても同じものができるというで こととの保証がなないと不正行為なんです誰がやったとしてもこれとこれを合わせればこういうデータになってこの記録がしっかりと出てくる、うん、でそれが大事だそう一つはたまたま見つけたって話じゃないんですよ科学論文はでもそそ不正だと正だとしてもね、うん、そんなの科学者同士で決着つけてくれと思ってさいや科学者同士でやるときに利権ははっきり捏造だと言って。 断定したわけですちょっと待ってもう一つの不正の定義って今言ったこと、うん、そのなんていうのそれは記録できるっていうこと記録できるもう,一つはもう一つは再現もう一回繰り返しそれができる同じっていうことが保証されないと不正行為なんです、うん、はい それを今室井はそんなの科学者同士でやってくれと注目つけましたけどいやでもそれを認定できるのは科学者だからその通りなんだけど一般の人にはなかなか分からないだけどそれをきちんと検証しなきゃいけないんですよそれでだから理系はもう一回やってみなきゃ分からないって言うんだけど実験のーあがなかったり証拠がないからもうどうもなんないわけですよそれで一人は取り違えたって言い始めてもう一人の笹井さんの 記者会見では自分は関わってないと最後の2か月間論文を回収しただけだ覚え方は覚え自分の直後の部下ならいろいろ言えたのにみたいなこと言ってそんなことありえないだってさもしスタップ細胞があったとしたらだよ自分の手柄にしたくせにあの逃げ方はなんてまさにそこなんですよこういうのをコレスポンデンス著者って言って3人が主たる著者で もしこの論文が賞を取ったら、うん、この三人が受賞するんです。共同執筆者っていうことですね。代わりに五年間どんな問い合わせがあっても、うん、疑惑疑問があっても。答える義務があるんです。どうん、答えられないとかいうのは、もうそもそも。コレスポンデンス著者としては失格なわけだから。うんうん、もうそもそも、あの論文の著者に名前を掲げたこと自身が。 間違いだっってことなちからそれは科学者同士でやってくれてメディアもっとさっき話した復興予算の変な使われ道じゃないけどそういう大事なことやんなきゃいけないことがあるじゃないあんなにもうずっとずっと流しっぱなしにすること意味があるのだから報道ってことすごく意味があるのは日本の科学論文がこういう熱つ造であふれ始めてるんです。それでめちちゃゃくな あのねつ造盗用さまざまなものがあちこちで起きてるのに、うん、権力に近いいやつをどう誰も責任取らななってことなんですこれは見えた見えたねあの会見で見えたけどはっきりしたなんかすごくおぼかたさんも気遣ってるみたいだったしね、うん、それは見えたけど、ねね、なんでおぼ,おぼかたさんに同情が集まっちゃうかっていうと、うん、この。 最初利権はおぼううりで済まそうとしたの、うん、ところが利権の記者会見の委員会の報告を見ると、うん、実はそれほど甘くなくて支え若山含めて指導者として責任があるというふうに言うことはさっき言った「 コレスポンデンス著者として記録性と再現性を確認しないままそんな論文出すなんてありえないもう科学者と失格だなんでこの人たちそういうことしないで出しちゃったのいやだからすご研利権にさそうすると国で研究費とかもガンガンつくじゃないだから多分彼女も急が<や>されてたんだと思うよ成果を上げていかないと研究費が山の上に来ないわけです、うん、でもだって記録も それもなかったらとんでもないんだけどとんでもないことは実は東大病院でも起きてて循環器内科とそれから血液内科でノバルティス社から多額の金をもらって製薬会社から金をもらってしかもその社員に統計解析を任せたり患者データが漏出したりということが起きてるわけです。 おぼか方さんのやってるのよりももっと高等なんだけどネイチャー論文で同じような捏造の疑惑が出てるわけです、うん、だけど驚くことに大方、うん、さんの騒がれてるその同じ時間に、うん、東大病院で記者会見をぶつけてやって、うん、問題なかったようにしてるの。 表にそんなに話題にならないような。らない時間帯になって。そうなんだ。おぼかてさんがなんでこんなに誘われ騒がれたかっていうのは一個若くて女だっていうのもあると思います。いやもちろんあるけど。うん。と。 東大とか理研のトップの方のやつはあきら、ね、ちょっとまずいかい、<laughs> 逃げ切っちゃうんだこれで、まあ、それは俺はまずくないけど <laughs> そのちょっと俺も同じ大学金子さん的にはど,ど,ど,どうなのかなはい、ままね、金子さんはでもほら今,今金子さんでも慶応 経済学ですけど経済くだないし竹中さんの方がつくのかあの一般の方が。っていうか竹中さんは別に文科省からもらわなくても金ポが僕は入るくの きっとじゃなくて僕、まあ、はこええそこれはさ、うん、なんで彼らが必死に逃げ切ろうとするかというと、はい、不正行為と認定された場合には5年間研究費が下りないっていうことはだよ。 理科系の研究者が例えば40から45まで研究費が一切下りないってことはもうそこで研究者が生命が終わってしまうってことな、うんですだから必死に必死に開き直って。<ー> データ確認したとかっていうよりもさあのわかめスープの新しいバージョンとか作ったりしてコツ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 ,コツやればよかったのね増えるわかめ 2? っ倍に増えるわかめ <laughs> もっとさらに増えるわかめすごい部屋開けたらわかめだらけやめてくれよそんなのだけどねあの再生医療にとってあの万能細胞っていうのはやっぱりすごい魅力があるからで山中さんが iPS 作ったじゃないですか、はい 笹井さんというのはもともとはこの分野の先駆者だったんです。万能細胞の ES 細胞の ES 細胞のいやじゃちょっと待って話はササさんは ES 細胞の先駆者だったんだけど山中さんが IPS 細胞で表面的は抜いためっちゃライバルよライバルあの二人ね抜かれたで国会の答弁とか激しくやり合ってるように見えません。 山中さんは神戸出身なんだよ、うん、それで京大行って I を声を潜めないでしょ京大行って iPS 発見して研究所立ち上げた <laughs>、うん、神戸から笹井さんは京大の教授だったのに、はい、それをいいあの、うん 予算のつく利権のトップになって、この万能細胞で先駆者だから、一生懸命やって、せっか上げようとして、これ、利権って神戸にあるのちょっと山崎豊子の白い挙動じゃないんだから、黒い挙動ね。思ったよ、すごいなんかさ、研究者同士って、相当ね、自立してんあそういう話じゃないんだけど、そういう話じゃないんだって。 っていうのもあるし主義だからさっきの東大病院もそうだけどどん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 熱増してネイチャー出せばネイチャー出して集金力があればみんな上に上がっていくわいやそうだけど熱増はだってだって最後ばれちゃうでしょ熱増したらそれがさ今すごい電気映像っつっていろいろこうガーッと電気通して映像作っちゃったりするわけですよとばれないように本当に いやだから、生活主義で昔はこんなめちゃくちゃなことはねもうなかったんですけどもちろんそういう盗作やら熱はあるはあったけどこんな。 トップの真ん中でこんなにたくさん起きるってことはなかったんですよ。それやっぱりどんどん成果主義とか言って研究で成果上げさせてそれで企業と結びついてどん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 上げないと上上がっていけないみたいな仕組みがどんどんマイナーにって、ね。そうするとさこの国がやっぱりちょっとおかしくなって,て。いやだって日本人は真面目でさ勤勉だっていうのが日本人の特色っていうか特徴だったわけじゃない。あとね国家的なプロジェクトで。 研究していて、で熱造があったんで、内部告発した教授がいて、それを厚生労働省が、そのをこを主導したトップの人にこう言っちゃったっていうケースも最近ありましたよね、東大病院のケースですよき今日金子先生は結局、スタップ細胞のことから、東大の悪口の話でよかった いやそうじゃなくて <laughs> スタップ細胞があるかないかじゃなくて、性行為って何かっていうことの基準があって、性行為があ, <laughs>、うん、あると研究費がおりなくて、うん、研究生命が終わっちゃって、コレスポンデンス著者っていうのは,最初はすごい責任があるってことおぼかたさん一人を切って、トカゲのしっぽ切りしようと思ったんだけど、蓋を開けてみたら3人ともやっぱりちゃんとそれぞれ責任があると、そ,<う>ね、そのことを基準をは,はっきりして、うんで、権力に近いやつが逃げ切っちゃうんで。うんうん メディアがこきちんと検証しなきゃいけないのにあるとかないとかいう発言をやって混乱させて問題の視点が発見さの守る。<え> <laughs> 不正行為だったらもうそれは決まらない最初にチェックすのあの前提の立て方が間違ってて最初に言ったようにね、権力の中枢に近い人はって言ったからね金子さんとはさっきもひそひそ声で言っちゃったけどさあの先週も安倍さんが全電源喪失はないって2006年の12月に言っちゃってるわけですよでそれ隠してるわけですよ大変なことだ結構いろんな人からか、ラジオ聞いてたって言われたわあれ隠してるわけですよまたネットにアクセスできない 同じじゃないですか何の証拠もなくて隠滅して、うん、で、うん、ひ大きいところ完全にアンダーコントロールだとか言ってしまえばさそれで通っちゃうじゃないですか、うん、権力に近いやつはでそういうことがうそういうことが研究者の世界でも起きてるってことに私は非常に怒ってらっ、うん、ね金子さんが権力から逃走なこともよく分かりました